今日は、まあ、ちょっとしたアドバイスで、バカアサナーの時に、腹筋がつりそうになってしまう人に対して、つらない方法というか、こういう練習をするといいよっていうアドバイスをしたいと思います。なんで腹筋つってしまうかというと、結論から言うと、引き込みが弱いです。腸骨筋、筋肉で言うと腸骨筋のこう収縮が弱くて、他の腹筋群を使って代償行為をしてしまって負担が来るっていうことが起こるので、引き込みは強くやってあげるとやりやすくなります。練習なんかでは、ちょっとこういう感じで意識しましょう。最初はこの四つん這いから膝を肩にこう寄せるようにします。でこの時に、ここら辺がきつくなるのはあっていいんですけど、その前段階で1個だけやっておくとちょっと感覚が変わってきます。それが、引き込みになるんですけど、どうするかというと、こっちを上げるときにその前に引き込みます。今だったら左足を上げているので、左の腰骨を下げるイメージ。でこれに対してカウンターで内ももを腰骨に貼り付けるイメージでキュッとこう寄せます。普通に上げるとこういう感じなんですけど、これをキュッと引き上げるようにします。そうするとここがこう下っ腹がグッと入ったような感覚になってくるので、この入った感じを保ったままこう上げにいきます。何気なく上げた時っていうのはなんかこう、もうこの辺がきついぞっていう感じになるんですけど、キュッとこう引き込んで脇の下を楽にします。引き込みながら脇の下を楽にしたままなるべくこう上げようとすると、もうちょっと、きつい感覚が変わってきます。でこの状態なんかで、入る前にこのままこう引き上げようとすると、腹筋がきつくなってきたりするので、この状態の時にちょっとだけクッとこう引き込みます。クッと内ももを腰骨に貼り付けるようなイメージで、脇は逆にちょっと楽にします。楽にして支えると、この辺じゃなくて胸とか脇の下にフッとこう力が入るような感覚になってくるので、脇の下をフッとしながらしっかり支えて、内ももを腰骨にこうプッとこう貼り付けるようにして、その状態で体重を乗せてバランスのいいところを見つけて引き上げてあげると、バカアサナが、腹筋がつりづらくなってきます。これなんかは、バカアサナの練習じゃなくて、ダウンドッグから手と手の間に足を出す練習の中でしてもらうと本当はいいです。その方がより安全であると練習機会も多いので、やっちゃうのが、結構前に足が出る人なんかでもこのままこのくらいでも持っていけるんですよ。でこれをこうしたときに引き込みます。キュッと引き込んで、でこの時脇の下もふっと楽にして、引き込みを保ったままこう持ってくるんじゃなくて、引き込んで持ってくるっていうイメージですね。でこの引き込みができるようになってくると、結構いろんな場面で、練習っていうのが思って、なぜかできないみたいになってたのが、あ、ここ引き込むだけで結構動きが良くなるなっていう場面がまあまあ出てくるので、よかったら練習試してみてください。以上です。